太平洋へとつながる大船渡湾の入り口に来ています。震災前、ここには巨大なコンクリートブロックが連なる湾口防波堤がありました。去年の大津波はそのコンクリートブロックを押し流し、今太平洋と湾の間を遮るものは何もありません。大船渡市は昭和35年のチリ地震津波で国内最大の被害を受けた地域です。その時の死者行方不明者数は53人。木造の建物が立ち並んでいた中心市街地をはじめ、湾の奥まったところに被害が集中しました。津波から町を守るため、湾口防波堤の建設がチリ地震津波の3年後に始まりました。総事業費は19億円。当時の大船渡市の年間予算の10倍の額を投じた巨大プロジェクトでした。4年の歳月を経て完成した日本初の深海防波堤。南北の岬から伸びるコンクリートの壁は合わせて500メートルを超え、改修工事を続けながらも40年以上にわたり大船渡の町を津波から守っていました。しかし去年3月11日、巨大な津波は防波堤を越えて多くの人が暮らす町へと向かいました。大船渡の湾口防波堤は去年の大津波に耐えられませんでした。今は南側の岬にその一部が残るのみです。とはいえ、防波堤に一定の効果はあったと国は分析しています。壊れたんで、津波に対して、全部が効果がなかったのかというところについては、最低でも2割程度は湾の浸水高が周辺よりも低くなっていったというところでは、2割程度のですね、効果はあったのかなと。これは気仙地域の湾内の津波の浸水高です。大船渡湾周辺が最大 10.5 メートルだったのに対し、北にある沖来湾、料理湾ではそれぞれ16メートルと 26.7 メートル、南の広田湾では 12.8 メートルとなっています。地形の違いはありますが、湾口防波堤のあった大船渡湾の浸水高は周辺より低くなっています。国交省はこうしたデータから大船渡の湾口防波堤が一定の減災効果を発揮したと考えています。震災から1年2ヶ月が過ぎ、大船渡の町では新しい建物の建設が続いています。こうした町の再生への動きは湾口防波堤が再建されることが前提となっています。大前提です。特にも湾の周辺、それから湾の奥に広がる町、この町は傾斜地ではなくて平地、盛り川の平地に沿って作られておりますから、湾口防波堤がもしなかったらどうなるかということを想像すれば、非常に大事な施設です。一方で、その大事だという湾口防波堤の復旧は震災から1年以上経った今も具体的な計画がまとまっていません。その理由は、津波から町を守ってきた湾口防波堤が漁家にとっては海を汚す悩みの種でもあったからです。防波堤ができる前の大船渡湾を知る漁家はかつての海をこう話します。俺たちもまだ小さかったけど、すごい海だったよ。何でもかんでも魚は泳いでるしね、貝から何からありとあらゆるものが育ってたから。大船渡湾の湾口防波堤は湾の入り口を南北から塞ぐように作られました。その結果、防波堤の内と外で海水が循環しにくくなり、湾内の水質は奥に行くほど悪化したのです。
震災前の大船渡湾では海水の汚れ具合を示す化学的酸素要求量 COD の値が湾の奥ほど高く、湾の中ほどで環境基準を超えるほど水質が悪化していました。震災からちょうど1年が過ぎた頃、防波堤の姿が消えた湾内でワカメが収穫期を迎えました。震災の影響で準備が遅れ、生育期間は短かったものの、ワカメは例年以上によく育ち、高値で取引されました。水産業の町大船渡にとって浜に活気が戻ることは復興への重大な要素。防波堤が壊れたことが皮肉にも湾がかつての豊かさを取り戻す結果となったようです。震災後市が続けている環境調査の速報値では、湾内の COD の数値は小さくなり、水質も湾内全体がほぼ均一になりました。命を守る津波防災か、水産振興へつながる水質改善か、大船渡市は難しい課題に直面しています。非常に難しい課題ですよね。津波から防護しなくちゃならんという命題、しかし防護するにあたっても今度は外界と湾内の水の流通がなければ、今度は湾内の水質の悪化につながっていくという、そういう2つの相反する命題をどっかでうまいことを解決しなくちゃならんわけですね。これはその解決策として国が検討している新しい湾口防波堤の建設案です。海面から上に出る壁の高さも堤防の幅も以前のおよそ2倍です。これにより津波に対する防御力を高める一方で、防波堤の両端部分は海面より低くし、さらに海底にパイプを通すことで海水の循環を促します。だいたいね、この柿棚でね、1000台ぐらい入るわけだから。長年水質の悪化に悩まされていた湾内の漁業者も防波堤の必要性は認識しています。大船渡市漁協では湾内の水質保全を市に要望した上で、新しい防波堤の案を受け入れるべきか来月中に判断する予定です。組合員ともう一回相談をして、そして漁場の要望、また組合の要望をそれまとめですね、ちゃんとやって、最終手順はね、やっぱり住民も納得してもらえれば、また市にも我々の要望を納得してもらえれば、歩み寄ってやっていきたいと、そう思います。安全の確保のため、当初は防波堤の整備を最優先していた大船渡市も、漁業者への理解を示します。漁業者の方々が納得するような形での湾口防波堤、それを追求していく、これも大事です。ですから急ぎますけれども、急いではならない。津波から命と町を守る、きれいな海で育つ海産物で町の経済を支える、そのどちらも被災した町の復興につながっています。将来に悔いを残さないよう、大船渡では結論を急がずに、水産の町にふさわしい湾口防波堤の形を探っています。